鹿児島マラソンは、鹿児島県鹿児島市及び、愛良市で2016年から開催されている、市民参加型の長距離走大会である。フルマラソンの定員は1万人。主催者は、鹿児島マラソン実行委員会及び、一般財団法人鹿児島陸上競技協会である。閉鎖後の山形やバスセンター後に2015年末から掲げられた、 鹿児島マラソンの告知ポスター登記に観光客が低迷する鹿児島に観光客の誘致を図り2014年より鹿児島市スポーツ課がマラソン大会開催の構想を立て鹿児島のすべてを感じるマラソン大会明治維新のおもてなしをテーマに2016年より開催2020年21年は新型肺炎の影響で中止した第1回大会のルート赤線が 大路、青線が、袋大会前々日、前日に、鹿児島市中央公民館で行う。数字マイナスは、優勝回数、記録は、大会記録。2016年大会は、午前中は、南日本放送テレビで、午後は、鹿児島テレビで、生中継。2017年も、同様の体制で放送。2017年大会をめぐっては、鹿児島県内で、 バス事業を営む鹿児島交通が同大会の開催に伴う交通規制で運送事業を妨害されるとして交通規制の禁止を求める仮処分申請を同年3月2日に鹿児島地方裁判所に申し立てた。同社では仮処分申請の理由として国土交通省の許認可事業である運送事業を営めないのは不当な妨害にあたる大会に本当に 経済効果があるのか、マラソンランナーだけが長期間行動を占有してていいのか疑問があるなどを挙げている。しかしながら本件は裁判所より却下され2017年、大会は予定通りの交通規制で開催され、以降の開催について、鹿児島交通は仮処分等の動きは行っていない。ありがとうございます。